さあそれでは解説していきましょう。2018年の名大名古屋大の問題ですね。非常にまあ面白い問題だし、二項定理を使う上にちょっとやっぱり頭を使っていかないと過去の3番までたどり着けないので、まあ、名古屋らしいいい問題かなと思います。まあ、僕はあんまりこういう問題が得意じゃなかったので、結構やっぱ解説するときには気合が入るなと思いますね。やっていきましょうか。A プラス B の P 乗マイナス A の P 乗マイナス B の P 乗は P で割り切れる。まあ、これを証明してくださいねって言ってるわけです。で、感覚的にすぐ分かることっていうのがあって、何かっていうと A プラス B の P 乗っていうのは展開したときに A の P 乗と B の P 乗が出てくるわけじゃないですか。まあ、それが消えるわけですよね、ここでね、OK、だから簡単に言うと A の P 乗プラス、まあ、一番最初に出てくるのは P 倍の A の P-1 乗 B の1乗足す点々でね、こう続いていて最終的にまた P×A の1乗 ×B の P-1 乗足す B の P 乗ってなるんだけど、これが消えていくのでここって全部 P の倍数になるんじゃないのってことをちゃんと証明してくださいねって言ってるわけですね。はい、なのでどういうふうに考えていけばいいのか、まあ、書き方が多分問題だと思うんですが、考え方自体はあんまり皆さん多分ここで悩むことってのは少ないと思うので、どっちかっていうとまあ書き方だと思うんですよね。なので一応書き方を意識しつつなるべくコンパクトになるように書いていこうかなと思いますが、まあ、そうは言ってもちょっと難しいけどね。まず A プラス B の P 乗、ここは二項展開を使ってあげて K イコール0から P まで、いつも N になっている部分が P に変わってるから注意してください。ここも NCK じゃなくってP コンビネーション K になりますからね。PCK ね。で、A の P-K 乗。いつも N-K 乗の部分が P-K 乗になっています。ここの B の K 乗ですね。引く A の P 乗マイナス B の P 乗ですと。いいですか。ここちなみに P-K 乗と K 乗って書いてますけど、これ入れ替えても別に同じですからね。入れ替えてももちろん同じです。OK。さあ、こういうふうになるわけです。じゃあ、この後どうすればいいのかっていうと、結局、K イコール0を代入したらどうなるのかっていうと、 K イコール0を代入したら一番最初に出てくるのが A の P 乗×1 で、ここの係数も1になるわけじゃない？いいですか。だからこれを展開していくとどうなるのかっていうと、 K イコール0の時っていうのは A の P 乗が出てくるし、 K イコールP の時は何が出てくるのかというと、 K イコール P 代入すると PCP はもちろん1になると、 P 代入すれば A の0乗で1になると、で B の P 乗が出てくるわけだから B の P 乗が出てくるので、この中で展開して出てくるものから P イコール、あ、 K イコール0の時と K イコール P の時を除いて考えればこれがうまく消えるわけですよね。いいですか。だから、はい、イコールシグマ K イコール0の時はもうやめて1からスタートして、K イコール P までじゃなくて P-1P の1個手前までで考えてあげれば、こういうふうにイコールになるでしょってことね。いい？ちょっと分かりづらい人はこれプラス、じゃあもう分かりづらい人はこうすればいいのかな。K イコール0の時は A の P 乗が出てきます。なので、こっからは K イコール1から P-1 まで考えればよくって、P の C、K、A の P-K 乗、B の K 乗で、K イコール P の時がないので、K イコール P の時は B の P 乗が出てくるでしょう。で、引くことの A の P 乗引く B の P 乗だよって言ってるわけね。OK。だからここの展開式をこういうふうにぶった切ったよってことな。こことこことここで切ってあげて、これとこれで約分、これとこれでキャンセルっていうふうにやれば、最終的にコンビネーション K イコール1から P-1 までの P コンビネーション K、A の P 引く K 乗と B の K 乗と、こういうふうになるわけですよね。OK ですか。そうすると俺たちが考えなきゃいけないことは何なのかっていうと、結局はこれ K イコール1から代入していくわけですから、こいつって別に書かなくてもいいんだけど、 K イコール1から代入していけば P コンビネーション1かける何とか足す K イコール2を代入すれば P コンビネーション2足す、あ、かける何とか足す点点点点が続いていて、最終的に P コンビネーション P マイナス1かける何とか、こういうふうになるよってことなんですよね。イメージはね、ここに A の何とか乗、B の何とか乗、ここに A の何とか乗、B の何とか乗がついていくんだけれども、結局要は PC 何とか PC 何とか PC 何とかっていうのがずっとついてくるわけだから、こいつが P の倍数になればいいわけでしょ。
こいつが P の倍数になるってことが言えれば左が戻りますよ。もともとあった式っていうのを変形していった時に P で割り切れるって言えるわけですよね。OK。はい、だから俺たちがやらなきゃいけないことは何なのかっていうと、これが P の倍数だってことを示せばいいわけです。OK。さあ、ということで考えていきましょうと。そうすると、ここで P コンビネーション K はどういうふうに表せるのかというと、コンビネーションの公式を使えば P の階乗を P-K の階乗と K の階乗で割ったもの、こうなってるはずですよね。 OK。 大丈夫かな。これは定義だからね。これは定義ですよ。定義ですよ、コンビネーションのね。 OK。 でそうするとどういうことが分かるのかというと、全部分母払ってあげるとP コンビネーション K かける P マイナス K の階乗かける K の階乗イコール P の階乗と、こうなるはずですよね。いいですか。さあ、そうするとどういうことがわかるのかっていうと、まずこれによって P の階乗なわけだから、こいつって絶対に P の倍数だってわかるわけでしょ。 OK。 だけどこっち側見ていくと、K の階乗、 K っていうのはもちろん P よりも小さい値が来てると、ね、K の値って1から P マイナス1だから P よりも小さい値が来てるわけですよ。ってことは当たり前だけど、こいつって P の倍数にはならないよね。わかる。例えばこれが7の階乗、7の倍数だとするなら、これ7未満になってるわけなんだから、絶対7の倍数にならないでしょって言ってるわけね。 OK。 P 素数だからね。OK。 で P-K ももちろん P よりも小さい値が来ているわけですから、当然これが P の倍数になるわけはないので、こいつしか P の倍数にはならないわけですよ。だから P コンビネーション K は絶対に P の倍数だって言えるわけね。 OK。 ということでこれまとめておくと、K 小なり P、かつ、P-K 小なり P より、P-K の、K の階乗も P の、K の階乗を、P-K の階乗ともに P の倍数にはならないので、ならないと。 OK。 よってならないのでいいか、のでP コンビネーション K は P の倍数だと。で、ちょっと書くスペースがないので口頭で言いますけれども、従って何が言えるのか。こいつが P の倍数だってことが分かったわけだから、この命題 P で割り切れるってことは証明できましたねってことね。もう一度改めて全体の流れを紹介しておくと、この式を考えようと思った二項定理を使って変形していったならば、こっちです。シグマ K イコール1から P マイナス1までの P コンビネーション K かける A の P マイナス形状 B の形状っていう風になったよねと。ということで全部の項に PC なんとか PC なんとか PC なんとかっていう P コンビネーションなんとかがついていくわけだから、 P コンビネーションなんとかが P の倍数であるっていう風に言えれば、左が戻りますよ。こいつが P で割り切れるって話になるよねって言ってるわけ。はい、なので右が戻ります。こいつが P の倍数であるってことを証明しようと思ったんだけれども、P コンビネーション K の定義式から、一旦分母を払ってあげたと。そうすると右辺 P の倍数ってことが確認できました。左辺どうなってるのか。 K の階乗は P の倍数にはなれない、P-K の階乗も P の倍数にはなれない、よって PCK しか P の倍数にはなれないよねと。ということなので P の倍数だってことが言えたわけだから、はい戻りました。この命題が証明できましたよねって話ね。ちょっと長くて難しいけれども、流れはこんな感じでございます。さあ次に参りましょう。今度は A プラス2の P 乗マイナス A の P 乗は偶数であるってことを証明してくださいねと。偶数であると。さあ確認していきましょうか。まずどういうことを考えていけばいいのかというと、さっきと同じことを考えていけば、これ A の P 乗と A の P 乗絶対キャンセルされて消えるはずですよね。OK。 なので、まあ、これを考えてもらってもいいし、あとは偶奇性を使ってもいいのかな。 A と A プラス2って偶奇一致しますよねっていうのから考えていってもいいのかなと思うし、まあ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 二項定理でも使えますか。とりあえず A プラス2の P 乗マイナス A の P 乗がどうなってるのかっていうと、シグマ
P、あ、K イコール1の0から P までの、P コンビネーション K の A の P 引く K 乗の2の K 乗で引く A の P 乗だと。ということで K イコール0の時を考えていってあげれば、PC0 は当然1ですので、1かける A の P 乗が出てきて、2の0乗が出てきますから、これはいらない。シグマ K イコール、今0の時を考えたので、1から P の時までの PCK かける A の P 引く K 乗の2の K 乗引く A の P 乗ですか。はい、だから A の P 乗と A の P 乗キャンセルされて消えますので、ここが残ると。でここの K は1から P まで来るわけですから、当然ずっと2っていうのが残り続けますので、こいつ絶対偶数ですよね、2の倍数ですよね。 OK ということで証明おしまいですね。はい、なので K が1以上 P 以下の時、2の K 乗は常に偶数だと。よっなんていうふうに終わらせてしまえばいいんじゃないですかね。括弧の2番偶数だってことはあっさりとこれ証明できましたね。はい、ということでここまでは問題ないと思います。括弧の2番までが終わったので、一旦この括弧の2番までをまとめて、ちょっと括弧1括弧2括弧3で使いますので、ここだけ残して全部消しますね。一旦ちょっとあの黒板消しますので、一旦ここだけカットしてください、お願いします。よいしょ。はい、ということでですね、黒板ちょっと綺麗になって、括弧の3番の問題追加しておきました。いきましょう。 A プラス2の P 乗マイナス A の P 乗を 2P で割った時の余りを考えろと言ってるわけですね。さあ考えていくと、まず A プラス2の P 乗マイナス A の P 乗っていうのは括弧の2番で出てきて、こいつが偶数だってことはちょっと言ってるわけですよ。偶数だと。だからまあ 2で割り切ればすると思うんだけど、 2P だとどうなるんでしょうね。 2PP で割るっていうふうになった時のお話っていうのは括弧の1番でやってるわけです。で、括弧の1番見てみると、括弧の1番の B を2に変えたものが、括弧の1番と括弧の3番を比較した時にちょっと形似てますよね。A プラス2の P 乗、こっち A プラス2の P 乗、マイナス A の P 乗、マイナス A の P 乗があって、ちょっと余計なものがね、ここにはついてますけれども、まあ、こいつをうまく使って考えていきましょう。ということで、はい、括弧の1において、B イコール2。とするとどういうことが言えるのかっていうと、一旦これここが問題文というところで区切っておきますね。 A イコール括弧の1において B イコール2としてあげればどうなるのかっていうと、 A プラス2の P 乗マイナス A の P 乗マイナス2の P 乗、これが P で割り切れる、すなわち P の倍数になるっていうふうに言えるわけですね。はい、なのでイコール PN なんていうふうにできるはずだよね。と表せると。OK。で、そうすると、今度は何が言えるのかというと、俺らがターゲットにしている部分はここなわけじゃないですか。なので、ちょっとマイナス2の P 乗っていう部分を右側にずらしていって考えていってあげると、ここの部分の形が出てくるわけですね。さあ、そうすると、ここの A プラス2の P 乗マイナス A の P 乗ってどうなってたのかっていうと、括弧の2番で偶数だってことは分かってるわけです。こいつも偶数なわけですよ。ってことは、この PN っていう風になった時に、こいつも偶数にならなきゃいけないわけですよね。いいですか？ちょっと方針立てますよ。方針。左辺が今、偶数。左辺が偶数なわけですから、当然右辺も偶数になって、PN が、偶数にならないといけないわけですよ。ってことは P が偶数になるか N が偶数になるのかって話が出てくるわけですよね。で、左側行きます。もう一回戻りますね。 P ってそもそも何だったのかって忘れないでください。 P は素数ですからね。素数で偶数になるものはたった1個しかないです。2の時ですよね。だから P が2の時なのか2じゃない時なのかっていうところで、一旦倍分けをしないと考え方がごちゃごちゃになっていきますので、倍分けをしましょう。右側戻ります。ということで P イコール2 or P が3以上で倍分けですね。ということで、
考えていくと左が戻ります。一旦この点点点丸の1って置いておくと、こいつの式を丸の1としておいて、こっち行きますね。はい、丸の1、丸の1だね、場合分けの1、 P イコール2の時どうなるのかっていうと、 A プラス2の2乗引く A の2乗引く2の2乗イコール 2N だと。そもそも P イコール2の時、ごめんなさい、 P イコール2の時、これを計算してこいつが 2P で割った時の余りですから、を 2P でいいか、はい、これちょっと計算しますね。ごめんなさい、ごめんなさい、ちょっとグダグダになりました。こっち行きます、今 P イコール2の時で場合分けしなきゃいけないなってなったので、一旦 P イコール2の時はこのままこっちで考えていこうとしてるわけです。2を代入してあげれば普通に展開できますもんね。でそして 2×2 で割った余り、すなわち4で割った余りを考えればいいので、こっち行きます、ということでこれ2乗して展開すると、4A プラス4になりますから、結局これ4の倍数ってことが分かると、 4 括弧 A プラス1、したがって2P すなわち4で割った余りは0だってことがまず出てくるわけですね。ということでまず P イコール2で割った時には余りは0っていうのが回答として1個出てきます。じゃあ P が3以上になったらどうなるのかっていうのを考えていきましょうと、こっち一旦もう消しますね。よしと、はい、場合分けの2番目、 P が2以上、間違えた、3以上の素数の時、この時どういうことがやるのか、左が戻りますよ。さっきも言いましたけれども、これ左辺が今偶数になっているわけですから、当然右辺も偶数にならなきゃいけないと、この話をしなきゃいけないわけですね。ということで、はい、P が3以上の時を考えていきます。括弧の2より A プラス2の P 乗マイナス A の P 乗が偶数より丸1の左辺は偶数だと、ゆえに N が偶数となると、左が一旦戻りますね。今ここの部分が括弧の2番で偶数だって言えたから、偶数引く偶数やってるから左辺偶数だよねと。ということで今 P が今2以上の素数な、あ、3以上の素数なわけですから、絶対に偶数にはならないので N が偶数にならなきゃいけないよねって言ってるわけね。ということで N を偶数だと考えて、こいつを適当に 2M とかにしておきましょうか。俺次 2M って置いてんだっけ、2M としてますね。OK、じゃあ右側行きましょうか。 もう一回戻りますね。さあここが 2M っていう風になったので、これを一旦 2M で表します。こっちで、ということで N が偶数となるってところが分かりましたから、N イコール 2M とすると、丸の1番の式っていうのは書き換えて、 A プラス2の P 乗マイナス A の P 乗マイナス2の P 乗イコール 2MP、ね、2PM っていう風にできるわけです。そうすると何がわかるのかっていうと、今俺らがターゲットとしてるのは常にここなわけですから、こいつ右辺に移動してあげると A プラス2の P 乗マイナス A の P 乗っていうのは 2PM プラス2の P 乗っていうふうに見ることができたわけです。ということは何が言えるのかっていうと、俺らが考えたかったのって、この A プラス2の P 乗マイナス A の P 乗を 2P で割った余りを求めたかったんですよね。ここはもうすでに 2P で割り切れてるわけじゃないですか。ということはあとはこいつですよね。2の P 乗を P で割った、 2P で割った時の余りが分かればいいわけですよね。2の P 乗を 2P で割った時の余りが分かればいいので、こっちです。これを考えていけばいいですね。いいですか。今ここに2の P 乗っていうものを考えなきゃいけないんだけど、2の P 乗をどうやって考えればいいのかというと、ここの A と B に1、1を代入してあげれば2の P 乗マイナス2っていうのが出てくるわけじゃないですか。これを使っていってあげればうまく2の P 乗の話ができそうですよね。いきます。よいしょ。ということで括弧の1より、はい、ここで括弧の1
で、A イコール B イコール1とすると、1プラス1の P 乗マイナス1の P 乗マイナス1の P 乗、すなわち2の P 乗マイナス2。これが P で割り切れるってことが分かるので、割り切れ、かつ、偶数となるので、そりゃそうだよね、2の P 乗引く2なんだから、これ偶数引く偶数なんか絶対偶数じゃない。で、P で割り切れるってことは、括弧の1番で分かってるわけですよ。括弧の1番で、A と B っていうのが自然数だったならば、常に、A プラス B の P 乗マイナス、A の P 乗マイナス、B の P 乗は、P で割り切れるってことが分かってるわけですからね。はい、なので、偶数となるので何が言えるのかっていうと、2の P 乗マイナス2っていうのは、2PL 倍っていうふうにできるはずですね。L は何かしらの整数で考えておけばいいわけです。OK。わかる ?2P の、P で割り切れて偶数となるってことだから、2の倍数かつ P の倍数なので、2P の倍数ってことで 2PL だよってことな。はい、だから、2の P 乗っていうのは、2PL、プラス2っていうふうになりますので、はい、こっち戻ります。こっち戻ります。右行きます。右行きます。ここの部分ってどうなりましたかってやれたら、2PL プラス2っていうふうに変えることができるよって言ってるわけです。ってことは何が言えます？結局、こっからここまで全部 2P で割り切れるわけだから、 2P で割った時の余りは2ですよねって話ね。 OK。 はい、よって長かったね。よって A プラス2の P 乗マイナス2の、間違えた、 A の P 乗を 2P で割った余りは2っていうふうに出てくるので、場合分けによって答えが変わります。 P が2の時には余りは0です。 P が2よりも大きい素数の時、 P が3以上の素数の時には余りは2になるっていうふうに答えてもらえれば OK ですね。さあ、ちょっと長くてめんどくさい問題だったとは思うんですけれども、まあこういう問題がね、どこまで書けるかっていうのもよると思うんですが、やっぱ名古屋大っぽい、感じの、まあ、名古屋大っぽいっていうか、まあ、国立大学のね整数問題っぽいものだと思いますので、頑張ってねちょっと練習していって、自分の頭の中で整理しながらもう一回復習してほしいかなと思います。こんにちは、迫田です。高校入学前で数学の先取り学習をしたい、進学校に通っていてもっともっと自分で数学を勉強したい、勉強一生懸命してるんだけれどもなかなか数学ができるようにならない、問題解説動画全部僕が作っている数学の取説、ぜひ手に取ってみてください。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。